来年夏のボーナスの時点で賃上げと所得減税の双方の効果が給与明細に目に見えて反映される、そうした環境を作り出すことが必要だと考えています。岸田総理は最大の課題は賃上げが物価上昇に追いついていないことだと指摘した上で、来年夏の段階で賃上げと所得減税を合わせることで国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況を確実に作り出したいと述べました。このため第1段階で年内から年明けにかけて緊急的な生活支援として低所得者世帯に1世帯7万円の給付金を追加給付する。第2段階は本格的な所得向上対策として来年6月のボーナスのタイミングで1人当たり4万円の所得税と住民税の定額減税を行うと表明しました。また防衛増税を控える中で減税をすべきではないとの指摘については、政策には順番というものがある、デフレ脱却を確実にし成長経済を実現するための取り組みを先行させることが重要だと理解を求めました。また岸田総理は衆議院の解散・総選挙について問われ、今は先送りできない課題に一意専心取り組んでいく、経済に全力で取り組んでいきたいと述べるにとどめました。